北町一郎産業広告の女逃げた女そのスパイ陰謀計画が発見したというのはほんのちょっとした事件からだったというのは東京新聞の社会部記者で 立川大次郎というのが受け持ちの原稿を書き上げ手が空いたのでどこかでコーヒーでも飲もうかとぶらりと正面玄関へ降りてきた時であったこの人は美しいなあふとそんなことを考えながら思わず足を止めてしまった玄関の受付の横に産業広告の申込書がある。 その前に立っている洋装の女の横顔が飾り気のない新聞社の空気の中でまるで絵から抜け出してきたように美しくさえて見えたからである美しいのは横顔ばかりではない黒っぽい帽子にネットスマートなドレスすっきりと伸びた足浮き立つような白い靴どこからどこまで一部の隙もない装いである 国防献金や産業広告の申し込みに女の出入りはもちろん多いし立川記者とて特別女に目のないほどの男ではないのだがこの女にばかりは思わず唸なってしまったその時女は広告料金を払ってしまったと見え受付を離れるとすたすたと立川の前を通って出口の方へ歩いていく。 プーンと甘い香水の匂いがするその澄んだ瞳ず面にくいほど整った鼻と唇小麦色のカバン。それにも増して立川の注意を強く引いたのは胸にさん然と輝く銀のブローチであったふさふさと実ったブドウの実を覆うようにいぶし銀の葉が12枚 衣装されたたその巧みみなな組み合わせを見たものなら、立川ならずとも誰でも必ず印象づけられたに違いないももし、もし。産業広告の係の男が突然慌てて立ち上がり去っていく女を呼び止めようとしたしかし女は依然として歩いていくどうしたんだね君。 立川はついそうきかざるをえなかったお釣りを忘れていったんだよギザ一枚残していったんだよし僕が届けてやろう親切だねバカに冷やかすなよハハ <laughs> 50銭銀貨を握ると立川はさっと駆け出したもしもし 女はもう玄関を出てまっすぐ歩道へ出てゆく「ちょっと待ってください!」立川は呼びながら追いかけたがすると一体どうしたことであろうちらりと振り向いた女は自分を呼び止められていることを知るとやにわに身を翻して駆け出したではないかまるで悪いことをして追いかけられる罪人のように。 おおやおや、なんということだ立川はポカンとして立ち止まってしまった走り出した女へ1台の高級車が吸い付けられるように寄ってきたと思うとドアが開き瞬間に女を乗せてさっと走り去ってしまったからである見事に肩透かしを食ってしまったまるで示し合わせた手品としか思えない 飛んだわけだ 58×7 という自動車の番号がみるみる小さくなってゆく産業広告ハッハッキは柄が悪いから女が恐れをなして逃げたんだよ。 受付へ戻ってくると果たせるかなこんなふうに冷やかされた「<laughs> それもあるだろうさ」と立川はしかたなしに苦笑し,してしかしあの女のそぶりはどうも少し変だったよ僕が呼び止めた時のびっくりした顔それから自動車の中からちらっと僕を見た目がなんだかおどおどしていたハハハ なかなか観察が細かいねそう冷やかすなよそれにあんな高級車を乗り回すやつが自身で新聞の受付広告を頼みに来るというのもおかしいしかしその解釈はどうかな自動車で通りかかったついでに頼んだのかもしれんからなこんな広告なんだよそう言って広告係は 一枚の原稿を見せた求む売り家大森駅より七分以内二階建て六間ないし八間を望む仲介拒絶目黒三の五平林どこの新聞広告でも目につきそうな平凡な文面であった。しかしかその字は 一風変わった書体を持っていたあの女が書いたのかいいや書いた原稿を持ってきたんだよここでは一言もしゃべりやしなかったうん大抵そうだろうと思ったよあの女しゃべれないんじゃないかと思うんだハッハハハこいつ悔しいもんで本当の話だよ しかしもうこんな親切はこりごりだなあ立川が変に思ったのはその現行の字がいかにも下手くそで豪華なうちを買いたい人の字にしてはなんとなく不調和な感じがしたからだったもちろん金持ちにだって悪質の人は多いのであるがこれがおそらく第六感というのであろうこの場合立川の神経を妙に刺激したのであった その広告は翌日の朝刊に掲載された立川は物好きにもそのところを切り抜いて名刺入れにしまっておいたさて新聞社の仕事は忙しい立川はいつとはなくその奇妙な事件を忘れてしまっていたそれにあの女にしたところで息きずりに美人だなと感じる程度にしか見ていないのだから いつか記憶もうらいでしまったのも無理はないしかし時たま何かの機械でふと思い出すと顔の輪郭はどうしても頭に浮かばずぶどうのブローチだけがありありと目に見えてくるのであったぶどうだけの女なんてこいつはお化けだな立川は苦笑するのであった 殺人事件それから数日後正確に言えば7月の26日の午後11時頃のことだったその日は今年になってのレコードだと新聞が出たほど猛烈な暑い日であった風はスーッとも吹かずジクジク汗は流れる始末地獄の窯に異変があるような嫌な日であった 嫌になっちまうねまったくワイシャツ1枚の立川はネクタイを外しボタンを外し毛むくじゃらな胸をわらわにしながら広い編集室にあくびをしながら愚痴の連発をやっていたなんと因果にもこんな日に当直の番が回ってきたのである新聞社には夜中の大事件に備えて必ず居残り組が決まっているのである 夜が明けるまであと何時だい畜生ピシャッと腕の顔潰した時目の前の卓上電話がジリジリジリ眠気を覚ますようになりだした受話器を取り上げると「もしもし社会部ですか?」と相手は張り切った声「そうですどなた 大森の出張所ですがね。失礼ですが、あなたはどなたでしょう立川だ。立川さんああ、助かった。実は大事件なんですかね。なんだい真夜中にわめきたって。人殺しがあったんです。たった今。な、なんだ、殺人か。よせあい。 立川はいかにもつまらなさそうにあくびと一緒に吐き出した。殺人だの、放火だの、長く新聞記者生活をしているうちにもうあまり環境が乗らなくなっている。そのまま受話器をガチャリと置こうとしそうな様子である。相手は慌てて。もしもし切っちゃダメですよ殺人は殺人でもただの事件じゃないらしいんですぜ。 どうもピンとくるものがあるんです。あまり脅かすなよ。それに他の社のやつ、まだ気がついてい,いやしません。ことによったらスクープできるかもしれませんよ。大至急来てくださいよ。しょうがない。ともかく行くよ。暑くて平行だぜ、おい。それから場所の打ち合わせが済んで電話は切れた。やれやれ。 いやになるね。まもなく立川と写真班を乗せた自動車は大森の殺人現場へ急行したのだった約束の場所で自動車を止めると「ご苦労様でしたすぐあの高台の家なんですがね巡査が見張っていて入れてくれません」と宣告の派出員がやってきたじゃあまだ検視が済まないんだね。 札でちょっと聞いた話によると、相当無ごたらしいばらし方らしいです。女かいいや、どうも男らしいんですがね。ちュやりきれないな色気がないや。その代わり、サへ密告してきたのが若い女らしいんですよ。電話でね。おー、密告があって分かったのか。 そんな話をしながら高台を登って行くと顎ひもをかけた巡査が2人悲劇の家の門に立っているのがぼんやり見えたあの門からは入れませんよ月がなく辺りにうっそうと茂る子たちが幻のように暗闇の中に突っ立っている古い洋館らしいその家は悲劇が演ぜられるにはふさわしい不気味さでひっそりとそびえていた 庭へ忍び込んでみようじゃないかおまわりに見つからぬように何を思ったか立川はそう言うと先に立って生垣に沿って歩き出した3人はくるりと横手へ回ると泥棒犬のように破れ目からそっと中庭へ潜り込んだ疑問の広告 庭は相当広い正面の洋館にはところどころ薄暗い火がついて制服や私服の警官が行ったり来たりしている今検視の最中なのであろう悲劇はどの部屋で行われたのであろうかあそこを写すんだよいいかい立川は声を潜めて写真部員に命じたえ フラッシュを焚いたら分かっちまいます構うことないさ。見つかったら見つけられた時のことさ。じゃあ。写真部員はカメラの用意をした。よし。立川の命令で一瞬先行電球は稲妻のようにきらめいたが、ああ、その時であった。ああの女は 場所柄をも忘れて立川は思わず叫んだのであった電球の光にまさしく照らし出されたのはぎょっと振り向いた洋装の女闇の中に抜けるように白い顔あの女はあれはいつか社の受付で産業広告に来たブドウのブローチの女ではないか。 忘れていた顔がはっきり今記憶によみがえったのであると同時にあの平凡な新聞広告の文面が思い出されたのである大森駅より7分以内の場所に売り家を求むしかもここは大森ではないか立川の心は急に冒険と猟奇に躍り出したもしもし 闇の中に目を据えて立川は女の方へそう呼びかけじっと耳を澄ませていたが語りと物音もしないおかしいなあおいマッチを貸せよ派出員から借りたマッチを吸ったみたがその明かりの中には女の姿はついに映し出されなかったおまわりさんがやってきますよ母屋の方から23人 今のフラッシュに驚いて飛び出してくるのが見える。のがが、見え残念だが一時退却だ。3人はごそごそと生垣から外へ逃げ出して辺りの闇の中に身を潜ませた幸いここまでは気がつかぬらしいチラチラと懐中電灯が庭の中を照らしていたが間もなく引き返していったこの間に立川の頭には。 すでにプランができていた。君、すまんがちょっと調べてきてほしいんだ。要件は二つある。と立川は例の新聞の切り抜きを手探りで出しながら。一つはこの新聞広告の主。確か、目黒の何丁目かと思ったが、実在の人物かどうか調べること。もう一つは、 この殺人現場の家についてもっと手がかりを探してきたまえ。派イ員は玄関に駆け出していった。立川は写真部員を社の自動車に待機させ、自分は白を切って門へ近づいていった。しかし予期していた通り、巡査は一歩も入れてくれないし、事件についてはがんとして口を開こうともしなかった。仕方がなくそこをブラブラしていると、 間もなく派出員が気色満面と帰ってきた。ご苦労どうだった第一話、例の広告主の方ですが、こいつは当該番地に平林なんてうちは一件もないそうです。全然架空の人物です。やっぱりね。そんなことだろうと思ったよ。え知っていたんですか驚いたな これがこの殺人事件に関係があるんですかそれはまだわからんよ。ところで、このうちはこの4月に空き家になったのが、1月ほど前に塞がったのだそうです。前の持ち主は、昨年死んだバツバツ島の第二子でした。ほら、例の特色事件で有名になった男で。そんなことはどうでもいいよ。 ああ今度の借り手は日本人の名前になっていますがどうもバツバツ人らしいんですよバツバツ人ええそいつらのクラブみたいらしかったんで警察でもないない目をつけていたふうでしたじゃあ殺されたのもバツバツ人だねさあそこまではどうもよしありがとう ああそこにいる今度は逃がさんぞ谷庭に立川は駆け出した。お、どうしたんですびっくりして追いかけてくる派出員へ。君はここに残っているんだ。検視が済んで発表があったら、社へ送るんだ。待たせてあった自動車へ飛び乗ると。おい、早く今走り出した自動車を追いかけるんだ 10メートルほど先の暗闇からスーッと走り出した自動車には紛れもなく戦国の女が乗っているのだったあれを見損なっちゃ首だぜその頃になって東京新聞の自動車とすれ違いに他の新聞の自動車が2、3台遅れバセにやってきたおい久しぶりに生きがいがあるぞ立川は ポンと写真部員の肩をたたきそれから悠然とタバコをくわえた尾行されているとは知らない女は大森から京浜国道へ抜け大道路をまっしぐらに車を走らせた「猛烈なスピードである。 6号の鉄橋を越えて間もなく自動車は右へ折れとあるこじんまりとした洋館の前に停まり女の姿は座れるように中へ消えたこのうちだったな立川は恐れる様子もなくその玄関へ近づいたが写真部員へ振り向くと君は来ない方がいいかもしれんそこらに隠れていたまえただし いつでもパチリとやれるように電球をつけておくんだよ相手はつらかるかもしれんからなそれから運転手にすぐ交番へ通知させておまわりさんを動員させてくれたまえ案外退山明道でネズミ一匹かもしれんがなにその時は俺がシャッポを脱げばいいんだえ、き、キ大丈夫かい なんだ、震えてるのかしっかりしろよ。裏からも逃げ口があるかもしれんから、用心しろよ。用意周到な立川はこれだけの細かい注意を残すと、コツ、コツ、コツ、玄関のドアをノックした。シーンと静まり返った深夜。ノックに応える物音は少しも聞こえない。 再び前よりも激しくノックしようとしたとき、突然家の中からけたたましい女の叫びが聞こえた。そして、とたとたと入り乱れる足音、器物の壊れる音。立川は瞬間ハンドルに手をかけてグイッと押した。と、情が降りていないと見え、反動でよろよろと転がり込んでしまった。そこへ、 抱きつくように走ってきた女があるああなたはやっぱりあの女であった女が答える暇もなくだ誰だ,だ奥から走り出してきた男が思いがけぬ立川が女をかばっているのを見るとぎょっとして立ちつくんだ東京新聞の記者です夜中に失礼ですが。 この女の方にちょっとお尋ねしたいことがあって参ったんです。立川は平然と言った。新聞記者用はないよ。帰りたまえ。明らかにバツバツ人とわかるその男は噛みつくように言った。あなたに用があるとは申しませんよ。この女の方にたった一言聞きたいことがあるんです。ふん。 勝手にしろ男の目と女の目がその瞬間火花のように激しく戦ったのを立川は見逃さなかったまあ私にご用ですって何のことしばらくして女があでやかに笑っていったなに大したことじゃありませんよしかし玄関の立ち話もどうかと思いますがね 警官の車で何とか口実を作って踏みとどまりたい立川なのであるじゃあお上がりになるといいわ女は廊下へ上がりそこの応接間のドアを開いた男は戦国と同じ場所で憎悪の炎を燃やして立っているその後ろからじっと闇に目を光らせている男が23人いる しかし立川は悠然と上がり込んだ異国風な部屋飾り満州の泥人形を並べた棚異様な品の陶器それからずらりと並んだ洋酒の瓶テーブルを隔たって座った女は実に惚れ惚れとするほど美しく甘い香水が漂ってくるこの女がこの女が 大それた殺人事件に関係があるなんてと立川は警官を呼んだことを危うく後悔しそうな気持ちになったご用って一体何ですの <laughs> 私も気が利きませんわねまずおタバコでもいかが女はセットを開いて立川に進め自分も一本加えたありがとう。 女のつけた火でふっと一息吸ったが立川はおやっと慌てて煙を吐き出したしびれるような目がくらむような何とも言えぬ感じがしたからである「はは、ハハ驚いた」「うまいタバコでしょ」と女はふうっと大きな輪をこしらえて「ごく少量のアヘンの粉が入っているのよ。 疲れを治す妙薬よ。立川は女を睨んだああ怖い目、ね、その目で先刻私の写真を撮ったりつけてきたので、ね、ご苦労様。喉が渇いたでしょ一杯いかが立川に話し出す機会を与えず女は棚から用紙の瓶を持ち出すと小さなグラスに継いだ さあ新聞屋さん、お上がりなさいよ。今度は毒薬じゃないかね。ここぞと立川は切り込んだ。まあ,あ、用心深いこと。毒味するわよ。と、ぐいと飲み干す手際の良さ。まるでバーの女のようである。これでもあんた飲めないのバカな酒の一杯や二杯。 立川は意地になってグッとあおったのだがそれから数分後にはだらしがなく寝そべっていたどこかで遠くパンパンとなる銃声を夢のように聞きながらハハハハ すんでのことで無理心中の集体を演ずるところさ、あの女がスパイの手先だったんだよ。もちろん女も自殺するつもりで毒を煽ったんだ。僕も女も警察の手当が早かったので息は吹き返したが、女の方はダメらしいんだ。もっとも自白はしたがね。数日後、再び元気な姿を編集室へ見せた立川は、 謎のの事件を説明するのだったそれによると新聞広告はバツバツ国のスパイの暗号用のもので大森の隠れ家へ集合を命じたものであった広告文の数字はその日時と場所を指定していたところがその集合はスパイの秘密を漏らした男をリンチするのが目的でバツバツ人らしい残酷な殺され方をしたのは 女のの父なのであったそんな秘密があるとも知らずその子に父を殺す広告を命じたのにも彼ら一流の残忍性がうかがえる女はバツバス人と日本人の女との国際児なのであったもちろんリンチの現場には女は入れられなかったが彼女の直感で父が殺されたと知り警察へ密告したのである。 そこで彼らは死体の始末をする暇もなく慌てて逃亡したのだが女は父を一目見たいと現場近くに残っていたのである女は父を殺害したスパイの親玉を殺して恨みを晴らそうと六号のうちへやってきたのだがあべこべに殺されそうになったところへ立川が訪ねたのであったどうせ他のスパイに殺されると分かったものだから。 僕を道連れにしようと毒の入った酒を飲ませたんだよハハハハ立川君は色男だからなよせあいまだ死ぬには早いとしたぜ死ぬならシナの大陸させめて従軍中なら死んでも浮かべるがね無理心中じゃどうもいやいつの世になっても女には心許すべからずさ 昔の人はいいことを言ったよ。ハッハッ立川は明るく交渉するのであった。もちろんスパイ一味は残らず検挙されていた。